日本ロケット発祥記念の日秋田ロケット実験場は秋田県由利郡岩木町の道の川海岸にあった東京大学生産技術研究所のロケット発射実験施設である。所在地から単に道の川と呼称されることもある。ペンシルロケット東大政権の工学博士、糸川秀夫を中心とする安倍佐研究班によって研究の始まったペンシルロケットは 1955年4月12日、東京都国分寺の廃校場跡地で水平発射公開実験に成功。その後、千葉の政権実験場に場所を移して水平発射実験を継続した。水平発射で経験を積んだ後、いよいよ上空へ向けての発射実験が行われることとなった。日本には外国のように広い砂漠がないため、飛翔実験を行うにしても、 海岸から打ち上げて海に落下させる他ないが、当時の海岸は米軍の管理下にあり、発射場として利用可能な場所は日本海側の限られた場所しかなかった。また、船舶や航空機の航路を避けること、漁業への影響が少ないことも求められた。当初、発射場の候補地としては佐渡島と小岡半島が挙げられていたが、前者は 機材の海上輸送に何があると考えられたこと、校舎は手狭であったことから、線から漏れた。現地調査の過程で、秋田県岩木町の勝手川川口南側の道の川海岸が着目され、海岸が十分に広いこと、実験班の宿泊の便が良いことなどから、日本で最初のロケット発射場、秋田ロケット実験場が開設されるに至った。上空への打ち上げにあたっては、 軌道を高額追跡するために4塩化チタンの発煙剤を搭載、このために全長が3 0 0、mm、トルに延長されたペンシル300が用いられた。秋田ロケット実験場での最初の飛翔実験は1955年8月6日に実施された。14時18分に行われた最初の発射実験はカウントダウンゼロの瞬間にロケットが発射台から転げ落ち、 そのまま点火されたロケットが砂浜上を這いずり回るという今となっては笑い話のような失敗であった。急遽ロケットの固定方法を改良し、15時32分、同日2回目の発射実験は成功した。到達高度600メートル、水平距離700メートル、飛翔時間16.8秒であった。 ベビーテー型ロケットペンシルの飛翔実験は1955年8月8日で終了し8月23日からは全長1.2メートル直径80ミリメートル2段式のベビーロケットの発射実験を開始した標準型であるベビー S 型はペンシル300と同様の発煙剤による高額追跡であったがベビーテー型でテレメータを搭載し 電磁気的な追跡が可能となった。またベビー・アール型ではパラシュートによる危機回収の実験を行った。ベビーロケットは1955年12月までに計1 3機が打ち上げられた。到達高度は6トルであった。1957年から1958年にかけての国際地球観測年に日本が参加を表明したことを受け、文部省は 大気圏上層観測のために高度 100km まで到達可能なロケットの開発を糸川に打診。1956年1月、東大政権へ正式に協力要請が下された。ペンシル及びベビーで経験を積んだアベッサ研究班は本格的な観測用ロケット、カッパロケットの開発に着手した。ベビーよりも大型となるカッパを打ち上げるにあたって、 発射場は勝手川川口北側500メートルの海岸へと移された。1956年9月24日、K1 型が初飛翔。到達高度は10キロメートルであった。カッパの開発は必ずしも順風満帆ではなかったが、1958年9月、K-6 型が高度60キロメートルに到達した。当初目標の高度100キロメートルには及ばなかった。 ものの、この観測データをもって日本は、アゲ参加の責務を果たした。アゲ終了後も、より高い宇宙を目指し改良の続けられた、カッパロケットは、1960年には計マイナス8、型が高度 200km まで達するようになり、このまま飛行高度が上がると、飛翔後の機体が日本海を越えて大陸に落下する恐れが出てきた。たとえ陸上に落下せずとも、 自称番ラインの存在していた当時、これを超えて大韓民国側会場に落下することがあっても問題となりかねなかった。道のー,ーからの打ち上げは高度300から 350km が限界とされた。この頃には在日米軍による海岸の利用制限も緩和されていたため飛行高度の制約を解消するべく太平洋側に新しい実験場を建設することとなり、 一年近くかけて、糸川秀夫自ら足を運び候補地を検討した結果、鹿児島県肝付郡内野浦城に白羽の矢が立ち、1962年2月、鹿児島宇宙空間観測所の建設工事が着工された12月9日開所。内野浦への新実験場の建設が決まった後も、東京から近い位置のりを有し、梅雨の期間が短いために、夏季の実験。 観測に有利である秋田ロケット実験場では高度 300km 未満に限定の上継続して飛翔実験を行う予定だった。しかし1962年5月24日夜、K-8 型15機が打ち上げ直後に爆発、周囲を巻き込んで火災を発生させる事故が起こった。死傷者は出なかったものの、事故を機に地元の協力が得られなくなり、 安全対策にかかる費用の問題もあり、道側での発射実験はすべて中止、実験場閉鎖へと追い込まれた。以後の東大によるロケット飛翔実験は、内野浦へ全面的に移行することとなる。1955年から1962年にかけて秋田ロケット実験場から打ち上げられたロケットは計88機であった。なお、 東大の道の川からの撤退に際し、秋田県は何らかの代替施設を県内に設けることを東大に要望。これを受けて1962年10月、野代市にロケットモーターの地上燃焼実験施設、野代ロケット実験場が開設された。1965年5月及び9月、航空宇宙技術研究所は基礎データ取得を目的として、 ノルマイナス7ロケット計14機の打ち上げ実験を東大が撤退した後の秋田ロケット実験場で行った。これはノルによる初めての打ち上げ実験であり、同時に秋田ロケット実験場で実施された最後の打ち上げ実験でもあった。その後ノルの打ち上げ実験は種ヶ島宇宙センター、竹崎社場へと移行した。現在の秋田ロケット実験場は土地には、 当時の施設類は一切現存していない。岩木町が混流した日本ロケット発祥記念の日のみが日本の宇宙開発最初期の舞台であった歴史を今に伝えている。ありがとうございます。